IBM セレクトリック IBM セレクトリックタイプライターは IBM が1961年に発表しアメリカで広く普及した電動タイプライターである。印字部品の形状から IBM ゴルフボールタイプライターと呼ばれることもある。IBM タイプボール通常のタイプライターはタイプバーがバスケット状になっているがセレクトリックでは中核となる印字部品が タイプボールと呼ばれ、同一の文書の途中でも異なったフォントに変えることができた。それは60年前にブリーキンスダーファー、タイプライターによって近代的なタイプライターが登場して以来の能力の向上であった。セレクトリックはまた伝統的なタイプライターでのペーパーローラーを使用したムービングキャリッジによる紙送りをタイプボールとインクリボンが左右に動くメカニズムに置き換えた。 セレクトリックとその後継タイプライターは後にアメリカのビジネス用の電動タイプライターの75%シェアを獲得した。フォントを変更できることはタイプされたページのきちんとした規則的な出現と合わせて革命的なことであり DTP の始まりとして特筆される。ザ・セレクトリックタイプライターは1961年7月23日に発表された。 そのインダストリアルデザインは有名なアメリカのデザイナー、エディオット・ノイズによった。ノイズは IBM のために多数のデザインプロジェクトを行った。セレクトリックの仕事をする前には、1956年にトーマス・ J ・ワトソン・ジュニアによって、IBM の最初のスタイルガイドの作成に任命され、ノイズの同僚のポール・ランと、マルセル・ブロイヤー、チャールズ・イームズにも影響を与え、 アメリカのビジネスで最初のスタイルガイドとなった。IBM セレクトリック2セレクトリック2ラテン語、ヘブライ語のデュアルエタータイプボール数年後にセレクトリック2が発表されるとオリジナルのデザインはセレクトリック I と呼ばれるようになった。これらは同じ88文字のタイピング部品を持っていたが以下の点が異なった。1980年代に IBM は セレクトリック3とタイプライターを置き換えるワードプロセッサーまたは食事機を発表した。ありがとうございます。